せーの、これくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりちょっと詰めて、刻み生姜にごま塩振って、にんじんさん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたれんこんさん、筋の通ったふき。お、上手。なんだと思うの、お弁当にはいつも何が入ってるの？ウィンナーとか豆とか。ウィンナーとか豆とか。チーズ。サンドイッチとか。サンドイッチだよね、毎日ね。チーズ入ったよね。あとデザートは、ブロッコリー出てるね。あとゼリーとかね、入ってるよね。あとおにぎり。おにぎり、おにぎりあんまりないでしょ。プリン。じゃあ、動物さんたちのお弁当箱には何が入ってるか一緒に見てみようか。じゃあ、おにぎりです。おにぎりかな、見てみるよ。じゃあ始まり始まり、 お弁当なーに。ゾウくんとウサギくんとイスちゃんとキツネくんが野原へピクニックに行ったよ。電車ごっこ、ゴトトン、スピード出せ、ガタタン、かくれんぼ、隠れろ、キャハハハハ、急げー。いっぱい遊んでお腹がペコペコ、お弁当食べよ、うん、食べよ。食いしん坊のゾウくんが、リスちゃんのお弁当なーに？リスちゃんニコニコ、私のはね、お日様サンド。わー、かわいい。またゾウくんが、キツネくんのお弁当はなーに？僕のはね、うふふ、なんだかわかる？サンドイッチ。わかんない。新幹線弁当、ひゃー、かっこいい。またまたゾウくんが、ウサギくんのはなーに？バクのはきれいだよ。ほら、花畑寿司。うわー、ほんとだ、きれいだね。今度はゾウくんの番だよ。ゾウくんのお弁当はなーに？えへん、僕のはすごいんだ。あれ？ゾウくんはキョロキョロ。僕のお弁当がない。みんなで野原中探したけど、ゾウくんのお弁当はどこにもない。わー、ゾウくん泣かないで。そうだよ、泣かないで。私のお弁当分けてあげるから。僕のも、僕もありがとう、くすん。ゾウくんはベソをかきかき、みんなの方へのっしのっし。そしたらね、ゾウくんのお弁当の上に僕たちがお弁当を乗っけてたんだ。ごめんね、ゾウくん。いいの、いいの。さあ、ゾウくんのお弁当見せて。開けるよ。じゃーん、友達弁当。いやー、すごーい。見て、僕がいるよ。私もいる。いただきます。みんなのお弁当、みんなでは結構。あー、おいしい。おしまい。どうもありがとうございました。どういたしまして。